こんにちは、はるです。今回はミニ動物シリーズのパンダの作り方をご紹介します。前回のトイプードルとは耳と尻尾の作り方が違うだけで、あとは全く同じです。難易度も前回と同じぐらいですのでご安心ください。それでは作り方を見ていきましょう。まずは材料です。丸大ビーズ白41個、丸大ビーズ黒18個、ラウンド型ビーズ3ミリ黒3個、なければ丸大ビーズでも OK です。丸小ビーズ黒8個、テグス3号70センチを1本、20センチを2本。まずテグス70センチに丸大ビーズ白を5個通して、一番端のビーズで左右のテグスを交差させます。次からはこの5つのビーズを拾いながら作っていきます。まず右のテグスに白2つ、ラウンド型ビーズ1つの順に通して、新たな白1つで交差します。左のテグスで隣のビーズを1つ拾って、右のテグスに白を2つ通して、新たな白1つで交差します。左のテグスで隣のビーズを1つ拾って、右のテグスにラウンド型ビーズ、白の順に通して、新たな白1つで交差します。左のテグスで隣のビーズを1つ拾って、右のテグスに白を2つ通して、新たな白1つで交差します。次は左のテグスで隣のビーズと、さらにその左上にあるビーズを1つ拾います。右のテグスに白を1つ通して、新たな白1つで交差します。これで1段目ができました。2段目です。左のテグスで隣のビーズを1つ拾います。
右の手ぐすに白を2つ通して新たな白1つで交差します。次は左の手ぐすで隣のラウンド型ビーズと白を拾います。右の手ぐすに白を1つ通して新たな白1つで交差します。今度は左の手ぐすで隣の白とラウンド型ビーズを拾います。右の手ぐすに白を1つ通して新たな白1つで交差します。左の手ぐすで隣の白を2つ拾います。右の手ぐすに白を1つ通して新たな白1つで交差します。次は左の手ぐすで隣の白を2つと さらにその左上にある白を拾います。そして新たな白一つで左右の手ぐすを交差します。これで2段目ができました。左右の手ぐすでこのようにビーズを2つずつ拾います。そして左右の手ぐすに白を1つずつ通します。手ぐすを束ねてラウンド型ビーズに通します。それぞれの手ぐすを目の隣にあるビーズに通します。ここでしっかり手ぐすを引き締めてくださいね。目の向かい側にあるこのビーズまで手ぐすを移動させます。
反対側も同様に目の向かい側にあるビーズまでテグスを移動させます。ここに耳がつきます。片方のテグスに丸小ビーズ黒を4つ通して、テグスを耳の付け根のビーズに通します。もう片方のテグスでも同じように耳を作ります。これで両耳が出来上がりました。両方のテグスをこのビーズまで移動させます。次にこの5つのビーズを拾いながら胴体を作ります。まず右のテグスに丸大ビーズ黒を2つ通して、新たな黒1つで交差します。左のテグスで隣のビーズを拾って、右のテグスに黒を1つ通して、新たな黒1つで交差します。これをあと2回繰り返します。次に左のテグスで隣のビーズと、さらにその左上の黒を一つ拾って、新たな黒一つで交差します。これで胴体の1段目ができました。2段目です。右のテグスに白を2つ通して、新たな白一つで交差します。左のテグスで隣のビーズを1つ拾って、右のテグスに白を1つ通して、新たな白1つで交差します。
これをあと2回繰り返します。次は左のテグスで隣の黒とさらにその左上の白を一つ拾います。そして新たな白一つで交差します。これで胴体が出来上がりました。続けて足を作ります。右のテグスで隣の白を一つ拾います。さらに黒を2つ通して1つ飛ばしてもう1つのビーズにテグスを戻します。そしてお尻側のビーズ2つに通します。もう片方も同様に足を作ります。これで両足が出来上がりました。次に尻尾を作ります。まず白一つで左右のテグスを交差させます。そして向かい側にある黒のビーズの中で左右のテグスを交差させます。片方のテグスを尻尾の下側にあるビーズまで通してもう片方はすぐ隣のビーズに通してテグスが出会ったところで2回結びます。片方のテグスを尻尾の下にあるビーズに通して グッと引っ張って結び目を隠すようにします。ビーズにいくつか通してからテグスをカットします。私は足の方にテグスを出してしまいます。これで頭、胴体、足、尻尾の完成です。次に手を作ります。テグス20センチに丸小ビーズ黒を2つ通して、1つ飛ばしてもう1つのビーズにテグスを戻します。
そして胴体のこのビーズに片方のテグスを通します。テグスを2回結びます。テグスをビーズいくつかに通してからカットします。私は手に通してしまいます。反対側の手も同様に作ります。これでパンダの完成です。どうでしょう、トイプードルと作り方はほとんど変わらないのにちゃんとパンダに見えるから面白いですよね。このサイズ感もすごく可愛くて私も気に入っています。たくさん作りたくなっちゃうほど可愛いので、ぜひ作ってみてくださいね。